石川県珠洲市にある寺家地区ではおよそ2メートルの津波に襲われたとも言われ、この地域を支える漁業は壊滅的な被害を受けました。漁業関係者は今何を思うのか取材しました。津波高さはどれぐらい来たんですかね。どれぐらいで、もう2階のちょっと下やからどれだけぐらいになる。身長よりも上上上。あ、そうなんですか、うん。津波と地震の揺れで自宅など3軒が全壊した蟹谷博樹さん。漁師として底引き網やはえ縄漁を40年以上続けてきました。もともとこの車もここじゃなかったんですか、ね、うん、ここにあってんけど、あの軽トラ、はいはい、奥に、あの軽トラがあのさっきの家の横になったんや。それがこっち一緒に流されてる。蟹谷さん一家は2回目に起きた震度7の本震で高台に避難しました。そして翌日自宅に戻って被害の全容を知りました。うん、まさか来ると戻らんもんね。うん、まあ来ても遠浅や境知れとるかなと思ったけど、まさかこれだけ流されるような大きな津波が来ると思わんしね。まあ自然には語れんし、何あるかわからんし、うん、これこそ想定外やろうことばっかりやん。うん、人間の力でも知れてるって。蟹谷さんの船は新潟県上越市の陸に乗り上げていると連絡がありました。さらに船を出す海岸線が数十メートル沖に出てしまったため、漁の再開には時間がかかるそうです。海に出たいというふうな気持ちは、これはまだあって、気持ち的にはね、したいという気持ちある。やっぱり慣れた仕事一番やばいね。もう海のないところで生活する気にはなれんけど今じゃ、うん。珠洲には残って再び住みたいと思いますか。やっぱり慣れたところが一番やもん。うん、生まれたところが一番やもん。